これなんて書いてあるんだろうね。ザ・フェイスみたいな感じ。これね、すっごい好きなんですよ。これのね、T シャツもあるのね。まあ、フーディーは1個しか持ってないと思うんだけど、真っ白の T シャツにこれが書いてある T シャツは2個買ってるから。これはね、グッチなんだけど、まあ、よく分かってないんだけど、ザ・フェイスっていうなんか昔の雑誌なのかな、があって、それのなんていうの、コラボじゃないな、なんなんだろうね、そういうのって。時々そういうのブランドあるじゃないですか。え？あとね、たまたまだけど、その T シャツ、このパ、フーディー。パカディ？まあ、フーディーさんでフーディーの方がいいかもですね。フーディーズ久々だね。久々っすね。すごい久々。割と久々です。この YouTube 見てくれてる人は？見てくれてますよ。へぇ、YouTube やめなくていい？いやいやいや。やめないでください、それは。送別会のやつとかもすごい好評でして。あ、送別会ね。そうなんだよ。で、一個戻ると、この生地感が好きなのよ。この生地感と、T シャツもその生地感が好きで、なんか同じブランドでもさ、生地が全然違ったり、T シャツでも、フーディーでも。これは好きなんだよね。結構、香取さんって、ここの英語の意味っていうか、文字気にする。気にする。すごい気にするけど、これはなんかフェイスじゃん。そんでなんか雑誌だと思うんだけど、なんか昔の有名なファッション誌みたいなのにリスペクトしてんなのかわからないけど、何かがあった、なんかイギリスのカルチャーマガジンだそうです。おお、じゃあ大丈夫そうですね。でしょ。だからまあ大丈夫だろうなと。まあ結構気にしますもん、ここの文字とかは。で、だから送別会ね、好評だったでしょ、きっと。好評でした。コメント欄がさ、もう嫉妬するぐらいに彼に対しての頑張ってねがいっぱいあったよね。嬉しいよね、なんかこう、あんなに皆さん見送ってくれて、これから新しい場所に羽ばたくんですね、みたいな。あいつ、見たかな、コメント。いや、絶対見てる。見てるよね。俺だったら泣いちゃうよ、あんなの。お仕事を一緒にさせてもらってる三石監督、東京 SNG のミュージックビデオとかを撮ってもらったり、他でも一緒にお仕事させてもらってるんだけど、三石監督がインスタの DM っていうんだっけ、あれ、あそこで来たよ。ちょっと待って。三石監督との DM のやり取りなんて初めてじゃないかな。でもきっと見てくれて、三石監督のところで彼が働いてたことがあるんだよね、一緒にね、ちょっと期間で見てくれたみたいでさ、後輩くんご苦労様ですねって送ってきてくれたからさ、初めてさ、そうなんです、とても清々しく次のステップに進んでいった後輩くんなのでしたって書いたの。先輩として嬉しかったです、ありがとうございますって。またあいつ見てる今、すごいよ、いろんな人にさ、こんな風にさ、嬉しいことですよね。めちゃくちゃあったかいコメント多かったっすね。え、なんか次のところをすぐやめて戻ってきたら面白いね。しれっとみたいな。しれっとね。まあまあ、そんなこともあるんですよね、人生何があるかわからないんですし。あれですね、小田さんも結構年末またお忙しく。あ、そうだね、2024年1月1日武道館でファンミーティングをします。なんかやっぱ他のステージっていうか他の会場となんかちょっと違うというか、なんかそういったのあんまりないですか。まあ、ちょっとはありますけど、あるんですけど、それよりも違いがあるとしたら、ファンミーティングというものに対してのなんていうのかな、これ一人でね、なんかライブをするぜ武道館っていうのとはだいぶ違って、気持ちが楽というかさ。あ、ファンミーティングって本当に、まあ、初めてこの何年かやり始めたけど、ファンの方との集いの場なんで、ライブとかコンサートってカッコつけるわけですよ、やっぱそれがこうショーみたいな、はい、でもファンミーティングってもうカッコつけない。あんまカッコつけないっていうのもおかしいけど、なんか振り付け間違えちゃった
間違えちゃったぜ今みたいなのもみんなで笑い合えるみたいな。今年もファンミーティングやってた。そこで一人のコーナーで歌うところでアノニマスとか歌ったりするときはちょっと変だと思う。あ、やっぱそこはファンミーティングなのにちょっとカッコつける感じとかが変な感じだった。それって一人のライブ、うん、と同じような感覚になる感じですか？ちょっと同じようにやっぱ曲によってでなるんだけど、ふとファンミーティングなのに何ちょっとカッコよくしてんのみたいな、まあアノニマスが一番感じるかな。なんか東京 SNG とかだとまだイエーイ行くぜみたいなのはライブでもまあちょっとかっこよくでもこう大人に楽しくみんなで音楽楽しもうみたいな雰囲気があるから。そうなんだよ。だからファンミーティングは草薙さんもすごい好きで楽しそうにしてるんですよいつも。でもあの感じなんですよね。本当に変な話、つよぽんなんて今年とかすごいお芝居も行ったり来たりで、そんな中ファンミーティングがあってちょっと大変そうじゃないですか。だけど逆にそうじゃなくてここでも楽しんでっていう感じだよね。そんな感じだったもん、はっちゃけてた。まあ、いい意味で、まあ、息抜きみたいな。そう。それでさ、さらに2023年のファンミーティングってやっぱりこうこのコロナ禍の中で会えなくできないとかいろんなことが続いたのがこう初めてというか、全国いろんなところに行こうっていうのでバッとこう弾けられたから、どこか溜まってたものでやっと会えてグッとくるものもあったりとかっていうファンミだったんだけど、そこをみんなで経験しての2024年のお正月だから、ちょっとまたさらにね、また違うステージに違う楽しさをよりみんなと遊ぼうぜって、ここには笑顔しかないみたいな感じだよね。なんかね、でも武道館でやれるとはねっていうね、まあ、感慨深いものありますよね。ちょうど30年前なのかな、武道館で初めて、もう30年ぐらい前に初めて武道館でライブをして1日6回今できますか逆に。それ絶対できない。でも今まであれですもんね、7人で基本的に1日なんか生放送みたいなの。そうか、まあ、ちょっと7人の方とかちょっとわからないですけど。そうか、それが2024年はライブからスタートという、それも新しい。7人もはちゃめちゃだからね。いや素晴らしいよ、やる10月からやるって言ってんのに、できなかった間に合いませんでしたって言って、レギュラー放送開始が1ヶ月ずれてんだよ。あれは本当に間に合う、本当に間に合わない。ガチなやつ。そういう演出ではなくて、そういう演出じゃないです、そういう演出じゃなくて、一番だってちょっとどうなってんのって言ったのは僕ですから。だってさ、口火を切ってっていうの、10月から毎週のレギュラーが始まりますって言ってんの僕だからさ、それができなくなるってさ、俺のなんか責任、このどうすんのみたいな話はしてますよね。だからリアルってことですよ。そういうことあるんですね。ないよ。普通だったらきっとやっちゃうと思う、間に合ってないので。本来ここまでのもので始めようと思ったのに間に合わないってことはこの辺なんだよね。それでスタートしちゃうんじゃない、今回は。それではちょっといけないと。もう新しいですもんね。もう、いや、それではいけないとか、うるさいわ。何その、それではできないとか、っていうか間に合ってないんだからさ。結構衝撃でしたね。衝撃だった？衝撃でした。ああ、そう。だから心配にはなってるよ。大丈夫なのかな。この先みたいな。YouTube なんか撮ってるよ。だから SNS も見てた、でも慎吾ちゃん10月からって言ってたよとかっていうのを9月後半ぐらいからもうずっともう見ながら、どうすんだこれって。まあでもいいよ、なんかね、楽しみですよね。レギュラーだからね。そうですよね、毎週やるはずなんだよ。あ、もうやってるかもしれないね今ね。これ11月だったらもう やって大丈夫。やってない。そっちも楽しみですね。そうだね、7人も新しく始まって、でお正月ね、結構楽しみだな。1日から武道館でファンミーティングってすごいいいスタート。